今日の仕事もスムーズに終えられたけど、なかなかしんどかった。あの手のターゲットはいつまで経ってもなれないわ。こんばん、シクシク、シク36、地獄の案内人、ゴクちゃんだぜ。なんかしょぼくれてると思って様子を見に来たのに、心配して損したわ。いや、へこんではいるんだけどよ。なになに？言いなさいよ、ほら、早く。なんかおめえが生き生きしてるのがムカつくから言わねえ。いいじゃないの、ケチ。さて、今日はどうやらあの赤髪がまだ殺し屋だった頃なんだけど、そいつもへこんでるっぽいぜ。一緒に様子を見てやろうや。これはショコラが殺し屋を辞める数年前のお話。もう少し休憩してから帰りましょう。彼女はこの日ちょっとした疲れを感じていました。というのも、完了させた依頼がいつも以上にハードなものだったのです。一言で言ってしまえば、犯罪組織を一網打尽にするという内容なのですが、その構成員のほとんどが子供。根っからのサイコパス、悪人が集まった組織で、これまでにたくさんの命を奪ってきているようでした。改心させる余地などなく、始末するしか方法はなかったのです。つまり、ショコラは大勢の子供を、仕事とはいえ割り切れない部分もあるわ。彼女は CIA と殺し屋という二足のわらじ生活を送っていました。普段なら子供というのは守る対象です。クールであまり感情を表に出さないショコラも、この日ばかりは精神的に辛いものがあったようですね。とその時でした。何の音？ショコラが顔を上げると、そこにはオレンジ色のスライムのような生物が佇んでいました。え？その生物は柔らかい体を変形させ、腕のようなものを伸ばしてショコラを抱きしめました。何らかの攻撃だと考えたショコラは振りほどこうとしたのですが、なのこのほっとする感じは。ショコラはあまりの多幸感に抵抗するのも忘れていました。いい香りまでしてきた。これは洗いたての洗濯物の香り。子供の頃、普段は厳しくて忙しい両親が時折与えてくれる優しい時間。一緒に家事をこなし、綺麗に干された洗濯物を見ながら会話を楽しんだあの時間。ショコラはそんなありし日のことを思い出していました。母さん、父さん。私ったら。ショコラは気づいていました。すっかり心が癒されていることに。さっきまでのモヤモヤした気持ちはもうありません。あなたが私のメンタルケアをしてくれたのね。この効果のおかげで正体が分かった。あなた、SCP-999 ね。そう、このスライムは SCP-999。通称くすぐりお化け。体の表面に触れるだけで相手に多幸感を発生させます。うつや PTSD に悩まされている人が SCP-999 と触れ合うことで完全に回復傾向を見せ、前向きに生きられるようになるといいます。オブジェクトクラスはセーフ。数多く存在する SCP の中でも特に友好的で無害な存在。 SCP を収容する施設の中を自由に動き回る権限を与えられているほどなのです。ショコラは SCP-999 という生物が存在するということはうっすらと知っていました。だけど、どうして収容施設の外にいるのかしら。脱走しちゃったの？ SCP-999 はどれほどの知性を持ち合わせているのか、未だ議論がなされています。人間の言うことを理解しているとは考えられていますが、はっきりとしたことは分かりません。聞いても仕方ないわね。とりあえず、あなたを探してそうな人間がいたら、それが施設の職員ってことだから、その時は引き渡して。SCP-999 は、ショコラの話を聞いているふりをしつつ、体を大きく引き伸ばし、ショコラの首から下をすっぽりと包み込んでしまいました。何するつもり？そして、こちょこちょとくすぐり始めたのです。
ちょっと、やめて、くすぐった。普段のショコラからは想像もできないほど明るい笑い声でした。やめなさい。SCP-999 はくすぐりレスリングと呼ばれるこの行為が大好きで、たとえやめてと言われてもなかなか言うことを聞いてくれません。人間が笑っている姿を見るのがとても楽しいのでしょう。しばらくの間くすぐられ続けたショコラは解放された後ぐったりとしてしまいました。しかし心はとても晴れやかなのです。 SCP-999 は長く触れれば触れるほど癒しの効果が高まっていきます。あなたがすごいのはよーくわかったわよ、SCP-999。 するとまたショコラに向かって腕のように変形させた体を伸ばしてきました。またくすぐるつもり？いや、こっちに来いって言っているのかしら。ショコラは SCP-999 に引っ張られおとなしくついていくことにしました。最悪な気分を癒してくれたお礼の意味もあったのかもしれません。しかしまさかこの決断が後にあんな結末を生むことになるとは思ってもみませんでした。泣いてる。怪我をしているのね。あなた、この子の存在に気づいていたの？ SCP-999 は傷ついている人や不幸な人に特に強い興味を抱くとされています。自身の能力を発揮するべきだと考えているのかもしれません。SCP-999 は少年の体にそっと触れました。うわぁ、なんだか心がポカポカする。ショコラはその間に少年の怪我の治療を済ませました。僕ね転んじゃったの。痛いのとびっくりしたので泣いちゃって。でももう大丈夫だよ。お姉ちゃんもスライムくんもありがとう。私じゃ泣き止ませることはできなかったわ。お礼は SCP-99 にだけでいい。 SCP? くすぐりお化けって言った方がわかりやすいかしら。お化けなの？しかもくすぐってくるの？お化けかどうか私には判断はつかないけれど、くすぐってくるのは確かね。僕にもやってみて！ SCP-999 と少年はしばらくくすぐりレスリングを楽しんでいました。キャーキャーと楽しそうに笑う少年の姿はショコラの心をさらに癒したのです。お姉ちゃん、くすぐりお化け、じゃあね。去っていく少年に SCP-999 は手を振っていました。少年を見送った後はまたショコラを引っ張ります。はいはい、また癒したい人がいるのね。こうなったらどこまでも付き合うわよ。次に発見したのは道端にしゃがみ込んで泣いている女性でした。さっきの少年よりは厄介そうね。 SCP-999 が問答無用で接触するよりまずは安心させた方が良さそうだと考えたショコラは女性に話しかけてみました。どうかしたんですか？すみません、みっともないところって、スライム？恐ろしい存在ではないので安心してください。あと、嫌じゃなければ話聞きますよ。あ、いいんですか？そう言うと、女性はぽつりぽつりと語り始めました。私、ミーナと言います。昨日まで幸せ絶頂だったんです。昨日まで？はい。心から愛していた人と婚約して、結婚式を待つばかりでした。でも、彼、浮気していたんですよ。しかも、私の妹と。は？本当に、その一言ですよね。どうしてその事実に気づいたの？妹が暴露してきたんです。このままじゃ、本当に姉と結婚されちゃう。そんなのは嫌だと思ったそうですよ。彼は最初否定したんですが、妹を連れて行くと観念したようで、認めました。ひどすぎる話ね。私は別れるつもりでした。でも彼ったら、俺にはミーナしかいない。妹とのことは遊びだった。捨てないでくれなんて言うんです。妹は泣き叫ぶし、彼まで泣いてるし。
修羅場でした。勝手な男。でも私、彼の言葉を信じたくなってしまったんです。マリッジブルーのようなもので不安になって、ついアプローチしてくる妹になびいちゃったんじゃないかって。バカな考えだってわかってます。でもこの愛情はどうにも止まらなくて、これから彼とまた話しに行くところだったんですけど、辛くてこんなところで泣いてしまって。ショコラはミーナさんにかける言葉を必死で考えていました。ショコラはまだミーナさんほど深く誰かを愛したことがありません。そんな自分に何が言えるのだろうとわからなくなっていたのです。その時、SCP-999 がミーナをそっと抱きしめました。あ、暖かい。それにバラの香り。バラ？私の時は洗いたての洗濯物の香りだったのに。 SCP-999 は誰にとっても心地のいい香りを発します。その時々によって香りは違っていて、チョコレートなどの食べ物の香りになることも。とてもいい香り。ああ、思い出しました。彼ね、私と付き合う時もプロポーズの時もバラの花束をくれたんです。ミーナだけを愛しますって誓ってくれました。絶対に悲しませないからって。ミーナさんはポロポロとさっき以上の涙を流しています。でも、それは嘘だった。あの時の愛情はもうなくなってしまったからこそ浮気してしまったんですよね。俺にはミーナしかいないって、なんて都合のいい言葉なんだろう。私、騙されるところだった。ミーナ。ショコラさん、スライムさん、ありがとうございます。なんだかとってもスッキリしちゃった。言葉にしたことで自分の中で整理できたし、抱きしめてもらったことで安心できた。私、彼と別れます。妹とももう関わらないようにする。前を向いて新しい一歩を踏み出せそうです。よし、思いっきり振ってくるぞ。ミーナさんはこの後宣言通り婚約者と別れ、妹とも距離を置くことにしました。しかし誠実に生きてきた彼女の周りには素敵な人がたくさんいて、その人たちと共に幸せな人生を送ることになるのですが、それはまた別のお話。さあ、次の人のところに行きましょうか。さっきの少年やミーナのように分かりやすく傷ついている人はいないわね。ま、それが何よりなんだけど。あ、どこに行くの？ SCP-999 はショコラの手を離し、お散歩中のおじいさんの元へ駆け寄っていきました。確かに暗い顔に見えるけれど、 SCP-999 が気にするほどかしら。なんだこの生き物は。驚かせてごめんなさい。危険な生き物ではありませんから安心して。人の心を癒してくれるんです。癒す？ショコラは怪訝そうな顔をしているおじいさんを見て、散歩の邪魔になるのは良くないと SCP-999 を引っ張って立ち去ろうとしました。しかし。待ってくれ。はい。その子は私の心が傷ついていることに気づいてくれたんだね。おじいさんはそう言うと、泣きそうになるのをこらえるようにぐっと唇をかみしめました。彼の名前はケビン。数ヶ月前まで息子夫婦とお孫さんの4人で楽しく過ごしていたといいます。妻に先立たれて一人になった私を心配した息子が引っ越してきてね。お嫁さんに悪いと言ったが、彼女はお父さんのことは本当の親のように思ってるから気にしないでと笑っていたよ。孫も可愛くてね、小学校に行くのを何より楽しみにしていた。私がプレゼントしたランドセルを大事に抱えて眠るほどだったんだ。素敵な家族。ああ、本当に幸せだった。だが数ヶ月前、私の誕生日のあの日、パーティーのために家を飾り付けたいからと私は家を追い出されたんだ。パーティーなんて大げさだと思いつつも嬉しかった。数時間後、約束の時間に帰ってみると。ケビンさん、無理に思い出すことはないのよ。
いや、話をさせてくれ。脳裏にこびりついて消えないんだ。あの光景は、息子が、お嫁さんが、孫が、血まみれで、リビングに倒れていた。ケビンさんのご家族は、突然押し入ってきた殺人鬼によって殺害されてしまったのです。ケビンさんは、泣き叫びながら警察を呼びました。無差別殺人鬼による犯行。未だそれだけしかわかっていません。何も盗まれたものはなく、犯人はただ自分の快楽のためだけに、ケビンさんの家族を奪ったのです。私だけが生き延びてしまった。どうせなら、あの子たちと一緒に生きたかった。そんなことを思ってしまうのはあまりにも身勝手だとは思うが、どうしてもその気持ちが拭えない。あの家に帰ると一人だと思い知らされるのが嫌で、私はこうして外を歩いているんだ。あまりの出来事にショコラはかける言葉も浮かびませんでした。 SCP-999 はそんな空気を察してか黙ってケビンさんに腕を伸ばします。その後ぎゅっと抱きしめたのです。これは、ああ、ベーコンの匂いだ。孫の大好物でね、よく焼いてあげたんだよ。誰が焼いても一緒なのに、おじいちゃんが焼いたのがいいって。わがまま言ってお嫁さんを困らせて。ケビンさんは初めて笑顔を見せてくれました。ケビンさん、私が何を言っても陳腐な言葉になってしまうと思う。ご家族の気持ちとか、そんなものを私が勝手に推し量るつもりもない。でも、こうしてあなたが生きているのは事実よ。犯人が捕まるのを見届けることができるのはあなただけ。ありがとう。犯人には自分が何をしたか思い知らせてやりたいよ。この子のおかげで心は随分癒されたが、その気持ちはなくならない。そうね、復讐心があるというのはある意味生きがいに。で、 SCP-999 はどこに行ったのかしら。いつの間にかおじいさんの元を離れていた SCP-999 は、数メートル離れたところを歩いていた若い男性に近寄っていました。次は彼を癒そうとしているのでしょう。待って。私もあの子にお礼が言いたい。その時、若い男性の様子がおかしいことに気がつきました。俺はダメなやつだ。何もかも中途半端で、いつも失敗ばかり。よほど嫌なことがあったのかしら。あんなマイナスな独り言をずっと言うなんて。SCP-999 はその男性をそっと抱きしめました。え?うわ、なんだか暖かいな。お前、すごいな。なんか元気出てきた。落ち込む必要ないよな。俺は本気出せば何だってできるよな。突然すみませんでした。その子は、ショコラはとっさにケビンさんをかばいました。SCP-999 に抱きつかれている男性の目が明らかに変だったから。SCP-999、こっちに来なさい。早く。え?そっちから関わってきたくせに失礼だな。俺の顔になんかついてた?あなた、何者なの?名前?名前ならイグだよ。そうじゃない。どうして、どうしてポケットの中にナイフを隠し持っているかを聞いているの。そんなことに気づくなんて、あんたこそ何者?まあいいや。ん?あれ?なんだ?あんたあの家の人じゃん!ほら、数ヶ月前、一家惨殺事件で唯一生き延びた!なぜそんなことを知っているんだ?いやー、俺執念深いからさ、あの時家族写真見て覚えてたんだよね。全員やりたかったのに、じいさんだけどこ探してもいなくて。ああ、俺って殺人の時まで完璧にやり遂げられないのかってずーっと凹んでたんだよ。その変なスライムのおかげで自信取り戻せたけど。そう。このイグと名乗った男性こそ、ケビンさんの家族を惨殺した犯人だったのです。
ケビンさんを取り逃がした彼はそのことをずっと心残りに思っており、鬱屈とした日々を過ごしていました。しかしその心を SCP-999 が癒してしまったのです。おかげでイグは自信を取り戻し、目を爛々と輝かせています。あなたは悪くないわ。 SCP-999 は全ての生き物を愛しています。生き物が善でも悪でも関係ないのです。事実 SCP-999 は不死身のクソトカゲでおなじみの SCP-682 にも友好的な態度を見せました。 SCP-999 が癒すことで悪い結果を生むことだって当然あるのです。さーて、あの時の無念を晴らそうかな。なんで私の家族だったんだ。あんたに何かひどいことでもしてしまったのか。いや、歩いてる時たまたま家を通りかかってさ、楽しそうな声が聞こえたんだよね。この雰囲気ぶち壊したらどうなるんだろうって興味持っただけだよ。俺が家に押し入ったらポカーンとした後慌て出してさ、子供だけは助けてくれとか言われたっけ。だから俺、先に子供からやったの。あれは面白かったな。あんた、なんてクズなの。こんな奴、警察に差し出したところで反省しない。こんな邪悪な。うるさいけど大正解だね。反省なんてするわけない。てか、俺のこと捕まえられると思ってるのバカじゃん。イグはそう言うとナイフを構えて走ってきました。しかし、あなた。ああ、なんだよこいつ。おい、俺のこと癒したのお前だろ。邪魔すんなよ。じいさんさえ始末できればもっと俺の気分は良くなるんだよ。 SCP-999 は体を張って生き物の命を守ることが確認されています。まさに今、ショコラとケビンさんをナイフから守るために動いているのです。ケビンさん、事情は言えない。でも、あの犯人を殺してと言ってくれれば、私が何とかする。何を？あなたが本気で復讐を望むのなら、ね。頼む！息子夫婦と孫の仇を！了解。ショコラは SCP-999 の体を抜け出し、イグを始末しようとしました。しかし今度は SCP-999 がイグを守り始めたのです。あなたはそういう性質なんだから、イグをかばおうとするのは仕方ないわ。でもね、この世の中には守る価値もない生き物も存在するの。おい、余計なことすんな！ほら、本人もそう言ってる。 SCP-999、 そいつを解放して。 SCP-999 は恐る恐る体を縮め、イグから離れました。あー、すっきりした。なんかさっきよりももっと気分いいし。 SCP-999 に長いこと触れたおかげね。心が癒されてもなお殺意が消えないあなたは大したものだわ。褒めてくれてどうも。でも、あんたも殺す。イグはショコラにナイフを突き立てましたが。何？遅いのよ。所詮素人ね。任務完了。ケビンさん、後処理は私がやっておくわ。本当にあいつを。ありがとう。ありがとう。これで新たな被害者が出ることはないんだね。ええ、 SCP-999 悪かったわね。あなたにとって嫌な場面を見せてしまったわ。ショコラがそう言うと SCP-999 はショコラとケビンさんをぎゅっと抱きしめました。二人が癒されてほしいと願っているようでした。ケビンさんはもちろんのこと、殺人を犯したショコラのメンタルケアまで行おうとしているのです。本当に優しい子。二人は SCP-999 を抱きしめ返し、しばらくの間、癒しの時間を味わっていました。
あら、ゴクちゃん、どうしたんですか？珍しくへこんじゃって。見ただけでわかるの？一応上司ですから。あ、そうだ。SCP-999、彼を癒してあげてください。うわ！おすげえ。お前あったけえな。いい匂いだし。まるで魔法ね。ケビンさんもあれから SCP-999 に長いこと触れていたおかげですっかり元気になり、前を向けるようになりました。皆さんが落ち込んだ時、そばに彼が現れたら、怖がらずにそっと抱きしめてあげてくださいね。それでは、バイバイチーン。気づいたら SCP-999 がいなくなっていたのよね。SCP 財団の職員に保護されたんでしょう。私にも悟られず仕事するなんてさすがだわ。あんな SCP ならまた会ってもいいかもね。